ねえ見て見て高そう。ファミリーからすごいのいただいちゃった。これね、エレンファスゾウカブトって言ってね、世界最重量のカブトムシなんだけど、めちゃくちゃでかいんだよ。分厚い。カブトが嫌いなの。でもね、この子ならいけそうな気がする。じゃあ今日はエレファスゾウカブトの煮付けになります。煮詰まったお湯に、はい、醤油を少々、はい、あとは以上、うん、みんなが真似しやすいよね。あ、そういうことね、はい、痛い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 、どうしようこれ。手元入れちゃう。離れたくないって。ごめんね。じゃあ俺も行くから、はい、ごめん。じゃあこちら、みんな大好きケロク、コーン、フロスティー、トポ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 、タカちゃんも一緒に、はい、トポ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 ト。はい、今日は11月2日ね、もうバーズちゃん誕生日おめでとう。彼女だよ、知ってます。ね、もうバーズも彼女さんもおめでとうってこと。いいね、素敵じゃん。俺たちはファミリー。あれ、あれ、おかしいな。ケロックが、汚いとこ見せてごめん。おぉ、うまい。牛乳より、おぉ、何点ですか。90。おぉ、出ました90。早く止めて、マピ、早く止めて、マピ、早く止めて、マピ、マピ、はーい、上がりました。お湯だからね、お湯でしょ。そうじゃん、全然楽勝じゃないじゃん。そう、全然余裕じゃん、余裕じゃん。何やねん、チンチン。煮詰め終わりました。さっきまで黄色かったのに、ね、普通の兜になっちゃった。あー、煮ってすごいね。柔らかくなった。柔らかい。わー、はい、すべての食材に感謝していただきます。はい、食べていい？大丈夫これ、うん、命に感謝しとんじゃないんだ。ごめん、俺本音言うよ、うん、もらったとか関係なく本音言うからね、うん、足が硬そうやな、刺さりそう。うん、頭硬いか、やっぱりでじゃん、羽は食えんのじゃない。味ついた。味ついてないの、醤油の。ごめん、くせーくせー、たかぶ、食レポしな。どうですか味は。臭い、臭い、何臭いどう臭い。揚げのがいい。全然。なんだった？モロカブト。ああ。そっちと。もう食レポどころじゃない。とりあえず。やばい、出る。ごめん、くれた人。何点？点数つけれると思う？
こんだけ安いんだよ。2